皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はがんが破裂したらどうなるというお話です。で今回はがんがですね、破裂することはあるのか、もしあるとしたらですね、破裂したらどうなるのかということについてのお話です。がんが成長してですね、大きくなっていくと徐々にその内部の圧がですね、高まってきます。そしてある時点でですね、表面が破れる、つまり破裂するということがあります。あるいはですね、胃とか大腸の場合はこれがんが大きくなって穿孔というんですけども、臓器に穴が開く可能性があります。今回はですね、がんが破裂することが多いがんというのはどんな種類のがんなのか、そして破裂したらですね、どうなるのかについてお話したいと思います。基本的にはどの臓器にできたがんも、大きくなるとですね、破裂する可能性がありますけれども、破裂することが最も多いがんはですね、肝細胞がんです。で国や地域によって違いますけれども、日本ではですね、肝細胞がんの患者さんのおよそですね、 10% が、自然に破裂をして診断されるということです。で最近では、健康診断やですね、人間ドックなどでより早期に肝臓がんが見つかるようになってきましたので、破裂するまでですね、がんが大きくなる患者さんは減ってきているということです。でこちらがですね、典型的な破裂した肝細胞がんの写真になりますけれども、このように CT ではですね、ここにですね、大きな肝細胞がんがあって、で一部、血管からですね、出血しているのが分かります。そしてお腹の中にですね、このように血液がこう溜まっているというのが分かります。これが実際の、手術の時の写真になりますけども、大きな肝細胞がんのこちらですね、一部から、出血しているところがあるということです。肝細胞がんが破裂した場合には、ほぼ全例でですね、急な腹痛が最初のですね、自覚症状です。あとですね、出血量が多いと、血圧が下がって出血性ショックというですね、そういう状態に陥って、これによって命を落とすような方もいらっしゃいます。ですから、非常に怖いですね、肝細胞がんの合併症の一つというふうに言えます。治療についてですけれども、肝細胞がんが破裂した場合には一般的にはですね、まず血管造影というのを行って、出血している動脈をですね、突き止めて、それをですね、詰めることによって止血するというのがまず最初のですね、治療になります。その後、全身の状態が安定してから、肝臓の機能が許せばですね、がんの部分を切除する手術が行われます。で問題はですね、がんが破れてお腹の中にですね、散らばるわけですので、腹膜破裂というですね、がんが腹腔内に広がって大きくなっていく、そういう転移のパターンが起こるリスクが高くなるということです。ですから、手術をしてもですね、再発率が高くて、少し前まではですね、予後が非常に悪いというふうに言われていました。ところが最近のですね、治療の進歩に伴って破裂した肝細胞がんの予後はですね、安全に手術ができれば、破裂していない患者さんの予後と変わらないようになってきました。例えばですね、この最近報告されたこれ中国の病院における臨床研究によると、肝細胞がんがですね、破裂した患者さんと破裂していない患者さんを年齢や栄養状態、肝機能、それから腫瘍の大きさやステージなどを同じ条件に揃えて生存率を比較したところですね、このように差はなかったということですね。こちらが破裂したグループ、こちらが破裂していないグループなんですけども、生存率にこの有意な差はなかったということです。ですから、破裂した場合にはですね、腹膜破裂などの再発が多いというのは確かなんですけども、生存率が悪くなるわけではないという結論です。とはいえ、やはりですね、がんが破裂すると命に関わるようなこともありますし、治療がですね、難しくなることも多いので、破裂する前に発見されることが望ましいということは確かです。そこで、破裂する前に発見されるためにはどうすればいいかということなんですけども、先日これ私がですね、取材を受けてコメントしたこのような記事がですね、ネットに出ました。これは5年生存率半数以下の5つのがん、早期発見のためにできることというタイトルなんですけども、これはですね、5年生存率が 50% 未満の予後が悪いとされるがんを早期に発見するためには何をすべきかと、そういったことを話した記事です。この5つのがんのうちですね、肝臓がん
癌も、まあ、5年生存率はおよそ 37% と、まあ、低い癌です。ですからこの癌をですね、早期に発見するためにはどうしたらいいかについてお話したいと思います。まずはですね、癌検診を受けていただきたいということなんですけども、残念ながらですね、この自治体の肝癌検診というのはありません。ですからできれば、まあ、病院やですね、人間ドックなどで一度腹部の超音波検査、まあ、エコー検査ですね、これを受けてほしいというふうに思います。次にですね、破裂する肝細胞がんの特徴として肝炎ウイルス、特に B 型肝炎ウイルスの感染が多いと、そういうデータがあります。したがって、まあ、肝炎ウイルスのチェックをしてほしいと思います。まあ、これ市町村の委託したですね、医療機関で、まあ、ほとんどの場合ですね、無料で B 型 C 型肝炎の検査を受けることができます。それからですね、お腹が張るとか違和感があるとかですね、まあ、そういった漠然としたお腹の症状があってもなかなかですね、病院を受診しない人が多いんですけれども、症状が続く場合には勇気を持って早くですね、病院を受診することをお勧めします。以上の心がけで、まあ、がんが知らないうちに進行して破裂すると、まあ、そういう緊急事態を避けることができると思います。はい、というわけで今回はがんが破裂したらどうなるというお話でした。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルではがんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。